はい、SOMU です。今回は作業効率化フレームワークの話です。自分もよく見かけるんですよね。うわ、効率的に作業を進めようとしているつもりかもしれないけれど、そのやり方はちょっとまずいんじゃないかっていうやり方。これ作業の進め方を間違えてしまうと頭が悪いっていう印象を与えてしまうこともあるらしいんですよね。例えばすごく身なりが良くていいこと言っていても、なんだかいつも後手に回っている効率的じゃない人ってちょっと好感度下がりがちですよね。つまり作業の効率的な進め方を知らないままで、とりあえずで業務をしてしまっていると、結果が出ない以上の様々なデメリットが発生してしまう。そんなこともあると思います。実際に成果が出ないだけじゃなくて悪い印象も与えてしまうっていうのは避けたいですよね。今回のやり方は仕事だけに当てはまらずに、学生においては例えば宿題や試験、受験勉強、プライベートにおいては例えばダイエットなど、そんなところでも成果を出したい時にもより効率的に目標に至ることのできる、そんなノウハウになっております。このノウハウはメンタリストの DAIGO さんや実業家 YouTuber のまこなり社長なども実践しているやり方を複合的に簡単にまとめたものですので、きっと役に立つと思います。結論だけではなくて価値観もセットで取り入れてこそ意味のあるノウハウになっておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ではいつも通り最初に結論を言ってしまいますと、作業効率化のフレームワークは以下になります。 1. 目標に至るまでの個々の作業を細分化すること。細分化した各過程のコストを算出すること。上記過程でコストのかかる順に改善を行っていくこと。そして自己フィードバックを行うこと。上記の過程で、コストをかかる順に、改善していくというのがポイントです。各過程にコツがありますので、一つずつ見ていきましょう。2つの例を使って説明します。例えばまずは YouTube の動画編集を効率化する際にはどのようなことをすればいいか。上記のフレームを使って YouTube の動画編集の工程を以下のように考えました。こちらです。今回は YouTube の各過程どんなことがあるのかということを紹介する動画ではありませんので、全てを見る必要がありませんが、このような手順で大体行っているよというのを書き出した、その結果になります。他にももっと細かくすれば、画面のデザインに使うフリー素材の選定という工程を加えたり、サムネイル画像のブラッシュアップなど工程は他にもたくさんありますが、今回は例として上記を挙げたということになります。そしてこの中からコストの高い工程を見極めます。コストと言いますのは時間、金銭、精神、肉体、判断力、この5つと私はしています。これ以外にも他者を使うコストなども考えられますが、それは金銭や精神のコストとして対処できると思いますので、とりあえずこの5つ、時間、金銭、精神、肉体、判断力で考えます。このコストを当てはめていくと、上の YouTube 動画編集の工程で圧倒的に高コストのものを見つけられます。私が思うに YouTube の動画作成の工程においては、音声のテロップ化とテロップ入れ、ここが圧倒的に高コストであると判断しました。音声のテロップ化というのはいわゆる文字起こしなのですが、単純作業で楽しくなく精神コストがかかる上に、一発で全ての言葉を聞き取れて文字にできるわけではないので、動画の実時間の3倍以上の時間コストもかかってしまいます。例えば10分の動画なら30分くらいは少なくとも音声を文字起こしするだけでかかってしまいます。しかもその後のテロップ入れも高コストです。テロップ入れは簡単に言うと字幕をつけることです。当然ですが喋っているタイミングに合わせて文字を入れなければなりませんので、こう何度も聞き返して合わせていったり、音声の大きさの波形を見ることができるのですが、それを見て合わせていったり、そういったことをしますが、これが非常に時間と集中力を使います。もちろん私自身がまだ動画を作り始めた初心者で慣れていないという、そのような問題もあるとは思いますが、ずっと続けて慣れていって、その先でマスターしてどんどん速さを出していく、これも確かに重要なんですけれども、今回の場合は別の効率的な手段があるのではないかと、そんな風に考えました。別の効率的な手段を考える際には問いを立てます。例としてこのような問いを考えました。テロップは必要か、デザインは自分が作る必要があるのか、それ以外の方法はないか。これらから改善案を出しました。1. 全ての文字を拾わない。 2. スライドを先に作っておき、喋りながらタイミングを記録していく。言っている内容をそもそも文字起こししない。この中でスライドを先に作っておき、喋りながらタイミングを記録していくという方法を採用しました。そして実際に試してみて、もう一度フィードバックをしたところ、作業時間を編集時間ベースで言えば4分の1程度に短縮することができました。時間を短縮できたので、全体の工程の中で音声のテロップ化、テロップ入れではない別の工程がコストを占めるようになりました。よって次はそちらの工程を改善していく。
このようにして徐々に全体工程を効率化していきます。他には自分以外の例で分かりやすいものを示しますと、例えばダイエットをしている人がより効率的に痩せていきたいとなった時、工程を書き出してそれぞれの工程のコストを見直すことで、ハイコストの工程がジムに通って運動するであったとして、その場合の問いとしては、そもそもなぜジムに行くのかということを投げかけてみます。すると継続的な運動をするためのモチベーション維持には外的要因としてジムが不可欠だからといったような回答を自分で考えるのですが、それに対してまた、そもそもダイエットのために運動をする必要はあるのか、ジム以外でモチベーションを維持できる方法はないのかといった回答に対する問いを立てて、さらに深掘りをしていきます。その先で例えば改善案として、ジムに行って運動するよりも食事を改善した方がいい、モチベーション維持のために友人と競い合う、体重増減の結果や筋肉量などの数値をネットで公開していくなど、他の方法が出てくれば、今度はそれを実践して、またコストを自己フィードバックし、より良い方法を選定していくと、それの繰り返しによって全体の効率化が図られるという流れになります。結構多くの人がよし改善しようと言い立って、その後じゃあとりあえずここからとジャストアイデアで効率化を進めようとしていますが、全体量が適切に減っているか、なかなか自己フィードバックにつながらず、結局惰性で元の方法に落ち着いてしまったり、ジャストアイデアでポンと出たアイデアを続けてしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。なのでポイントは対処点を明確にする、これは工程を洗い出しコストを算出することで明確にすることができます。続いて固定観念を捨てて広い視野で課題を解決しようとする、これは問いを立て深掘りすることで可能になると思います。そして改善箇所が良くなったか実践をした後に、もう一度全体の工程を見直して確認することで全体の作業効率化につながると、そのような流れになります。これがポイントです。広い視野で課題を解決しようとするという点に関してのコツは、既存のやり方に対してそもそもどうしてそれをやっているんだろうか、なぜやっているんだろうかという問いを高い視座で投げかけることです。このように本質的な課題は何かを考え、根っこの問題を解決していく方法をイシュードリブン思考と表現するそうです。イシューについては、イシューから始めよう、知的生産のシンプルな本質という本で詳しく紹介されていますので、内容は少し難しいですが、より高い視座を手に入れたい方は買ってみてください。自分もまだまだですので、今後も勉強していきたいと思います。今の方法に満足ができているのであれば、無理に今回のフレームワークを使って改善するような必要はないかもしれませんが、もっと良くしていきたい、そう思った時にぜひ工程を洗い出すところから始めてみてほしいと思います。ただ少し注意としては、常に全ての物事に対してこのフレームワークを考える必要はないということです。理由は動き出せなくなるからです。あくまでも今後も何度もやるような作業など、そういった時に考えるようにしてください。やる前にあれこれを考えてしまうのは踏み出せなくなる、そういった可能性があるので、あまりおすすめはしません。と言いますのは、人間は5秒以上考えるとやらない言い訳を考える、先延ばしにすれば2倍の労力がかかるなど、そんな風に言われているからです。現代においては挑戦しないことこそが最もリスクが高いことと言われています。今回の方法は繰り返される今後何度も行う作業の改善に役立ててみてください。以上、ここまでご覧いただきありがとうございました。今後も有益な情報を発信していきたいと思いますので、今回の動画が少しでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録していただければなと思います。以上 SOMU でした。次の動画でお会いしましょう。